ルーンに移ったあの物語、アノゼアの街で出会った少女を俺は忘れられずにいた。彼女はソフィー、俺の妹だ。まあ、あくまでもルーンの中でのことだが、しかしこの感覚は何だ。ソフィーを思い出すたびに思い出せない何かがうずく。それは俺がなくした記憶か。大濁流の前、あの子は本当に俺の兄さん。ソフィー、君は誰なんだ。あの男どう思う。剣の腕は申し分ないが、果たして動いてくれるかどうか。心に渦巻くものがある。凄腕なのに腕を活かせず、力を持て余しているんだ。戦うに値する目標をくれてやれば、存分に力を振るうだろうさ。凄腕とはいえ、力量では彼には及ばないがな。彼は手に負えん。有り余る力で物語を歪めてしまうよ。よし、いいだろう。私たちはグラフを襲う。これはルーン。ソフィー、もう一度君に会いたい。ここはアノゼアなのか。だがまるで死の世界だ。ソフィー、どこにいるんだ。英雄の刃を授けよう。前へ行くぞ。愚か。私の一部として生きるがいい。